ちは、デザインのりんです。今日のヘアメプロジェクトではミックス巻きをやっていきたいと思います。それではスタート。今日はミックス巻きというアイロンを使った巻き方をやっていくんですけど、ミックス巻きは以前も動画で紹介した外巻きと内巻きを交互にやってミックスさせた巻き方のことを言います。もう単純に外巻き、内巻き、外巻き、内巻きを繰り返すだけの巻き方なので、とても簡単だし定番のアイロンを使ったアレンジになってます。巻き方の位置とかコテの太さとか巻きの強さとかでいろんな雰囲気にもできるので、一個覚えておくといいかなと思います。やり方は簡単なので、その外巻き内巻きのやり方を覚えた方はぜひチャレンジしていただきたいなと思います。早速アイロンを使ってミックス巻きをやっていきたいと思います。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。それではやっていきたいと思います。スタート。まずミックス巻きをするときはアイロンではなく、このコームとダッカールピンを使って髪の毛を留めていきます。髪を分けるときは鼻からこう通ったこの半分の左右、こっちとこっちの左右と、さらにこの左右を耳の後ろ側ら辺から頭のちょうどてっぺんをこう分けた、つなげて分けた、このさらに2つで、こっちも右側の耳の後ろと頭のてっぺんをつなげたさらに2つで、この4つのブロックをイメージして巻くとごちゃごちゃにならずに巻きやすいと思います。まず顔周りの方から作っていきたいと思います。この左右に分けた耳の後ろと一番頭のてっぺんをつないだところでさらに巻きます。で、こっちの今後ろ側の髪の毛は使わないので、肩の後ろに分けておくとか、こういうダッカールですよ、止めておくとかすると扱いやすいです。ここの顔の前は2段に分けるとちょうどいい量になります。髪の元の髪の量とか長さとかによってこの分ける回数とかは変わるんですけど、一般的な一番例として今は2段に分けています。したら使わない毛は上に留めておきます。この顔側からこう後ろに向かって巻いていきます。この耳前のあたりはちょっと量は少ないんですけど、分かりやすいように2つに分けてやっていきます。基本的にミックス巻きとか巻き髪を作る時は一番最初のスタート、この顔周りの一番最初の一発目は外巻きから始めることが多いので、外巻きから作っていきます。ヘアアイロンを一番最初に当てた位置がカールの始まりになるので、巻きたいヘアスタイルを意識して巻き始めるようにしてください。この辺からいきます。外巻きをしていきます。あんまり今回はクリクリにしたくないので、すぐ外して手でちょっとほぐしていきます。今外巻きが作れたので、次は内巻きを作ります。そしたら次は上の段を外して、外巻き、内巻きを作ります。次は内巻きを作ります。
これで今4つに分けた左側のサイド横の部分の髪の毛を巻き終えました。じゃあ次は同じく左側の後ろ側を作ります。後ろ側は髪の長さ毛量によって2段か3段に分けるといいと思います。私は今回は2段で分けていきます。そしたら、真ん中ら辺を分けて、今は使わない毛はまた上で留めていきます。そしたら、今最初下の段をやった時は、外、内で終わったので、次は外巻きをしていきます。で私は今髪の長さがある程度あるのでこう前に持ってきて顔の斜め下あたりで巻いているんですけど、もしもうちょっと短かったりとかアイロンの扱いが慣れてない方は肩にタオルをかけて巻いたりとか、電源をつけていない状態で手の動かし方の練習をするとか、やけどだけでは本当に気をつけてやっていただきたいなと思います。巻いてる時に首にチッってなってしまうことが結構あるので、慣れてないうちはそこだけは本当に気をつけてやってほしいなと思います。下の段が巻けたので上の留めてた部分を下ろして、こっちも同じように続けて巻いていきます。上の段は外を内外で終わったので、次は内巻きをしていきます。はい、これで今左側の髪の毛を全部後ろまで巻けました。同じように右側もやっていくんですけど、全体を巻くときに意識してほしいのが、今左側をこちら側を巻いたときに上下の外巻き内巻きがバラバラになっているんですけど、最初は外で揃っているんですけど、外内外内だったのが、この段は外内外内外内ってこの上下の外内の組み合わせがずれているんですけど、それはあんまり気にしなくても大丈夫です。ただこっち側の左右を見るときに髪の毛を巻き始める位置とか、左右での外内の回数は揃えておいた方が全体のバランスが良くなります。左右を対称にすることだけを意識して巻いてみてください。やり方は本当に左も右も同じようにやっていきます。まず顔周りから巻いていきます。2段に巻きます。外巻きからスタートします。下の段が巻けたのでクリップを外して上の段も巻いていきます。で今右側の横の毛が巻き終えました。続けて後ろも巻いていきます。はい、これで今一通り全体の髪の毛を巻けました。やってることは外巻き内巻きの繰り返しなので、巻き方としてはとても簡単なんですけど、他に気をつけることがあるのでもう一度おさらいをしていきたいと思います。
まず最初に巻きやすいように扱いやすい毛束の量にするために毛束を取り分けて1段ずつやっていくということです。これは毛量とか髪の長さによって変わってくるので、自分の長さや巻きたいイメージに合わせて取り分けていくのを意識してください。巻くときに意識することが、上下の巻く向きよりも左右を対象にすることを優先に考えて巻いていくのがポイントです。こっちは外巻きなのにこっちは内巻きから始まっていると全然違う形になってしまうので、あんまり見た目が良くないかなと思います。なのでこっちが外巻きだったら外巻き始まりで、外内外内と順序後ろまで左右対称の数と巻く向きでやっていくのがいいかなと思います。あと左右対称という面でもう一つ大事なのが、さっき言ったのが巻く向きの話なんですけど、次は巻き始める高さがとても大事です。ここの顔周りの毛でいうと、ここの位置で外巻きがこう始まっているんですけど、その高さが違うとこの顔の印象も全然違って見えてしまうので、巻き始める高さがここならずっとここで、アイロンを一番最初に当てる位置もしっかり考えて、左右の高さがバラバラにならないように意識していってください。あと全体を巻き終えた時に確認してほしいのが巻き残しです。巻き残しというのは1本だけ巻かれていない毛がピーッとストレートであったりとか、あと巻きの強さが緩かったりするとちょっとストレートっぽく、ここもちょっとそうなんですけど、ここだけ緩い巻きで巻かれてないみたく見えてしまうので、こういうところを最後チェックしてほしいなと思います。で、巻かれてない部分はこう部分的に取ってもう一度アイロンを当てていきます。後ろ側の毛はやっぱ本当に見えないので、巻き残し率が高いので、髪をこう引っ張るようにして後ろから前に持ってきて巻かれているか全体をチェックしていきます。で、内側の毛が意外と巻かれていなかったりするとピッと出てきたりするので、その内側の表面だけではなくて中側の毛もしっかり見ていきます。巻かれていない毛が1個あるとすごく目立つので、最後念入りにチェックをします。で、巻き残しがなく OK だったら、最後毛先の感じを見てほしいんですけど、毛先までしっかりカールを作りたいスタイルなのに毛先だけ巻かれていなくてスッとまっすぐに抜けちゃっている毛があったりすると、それもまた目立つので、毛先だけの巻かれていない巻き残しもとっても目立つので、そういう毛があった時はこう一束取って巻きの向きと同じようにまた改めて強く巻いていきます。しっかりと毛先まで入れる巻き方だったら毛先まで入れるで統一していきます。前髪もせっかくなのでカールをつけて、はい、いかがだったでしょうか。今回はミックス巻きを 26mm のアイロンで全体を巻いていったんですけど、ちょっと細めのアイロンなのでしっかりカールもついてふわっとした印象のヘアスタイルが出来上がります。しっかり注意するポイントを押さえたら、アイロンの太さとか巻き始める位置とかでいろんな雰囲気のスタイルになるので、お洋服とかにも合わせて楽しんでほしいなと思います。はい、今日の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。